おはようございます。えー、ただいまから総務省部委員会を開会いたします。本日は総合企画局関係で報告2件の聴取を、次に行財政局関係で一般質問をそれぞれ行うことといたします。なお、本日行う一般質問は、1月20日午後1時までの事前通告制としております。 お申し出のあった方以外の委員の質問は当該質問に関連する内容以外は認めませんのでご承知をお聞き願いますこの一般質問および請願陳情審査は関連質問も含め一局ごとに各会派に割り当てられた時間内で行っていただきますのでよろしくお願いいたしますまた本日も新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため これまでの委員会において実施した対策と同様の対策を講じた上で委員会を開会いたします委員及び理事者におかれましては的確かつ簡潔な質疑答弁を行っていただくなど委員会円滑な委員会運営に格段のご協力をよろしくお願いいたします最後に前回の委員会で行財政局及び消防局に要求いたしました資料はそれぞれ議員団室に送付しておきました以上ご了承願います それでは総合企画局関係の報告聴取を行いますまずはじめに京都駅と SDGs 未来創造拠点競争プロジェクトサウンディング型市場調査の結果及び今後の取り組みの進め方についての報告を聴取いたします理事者報告願います藤本プロジェクト推進室長あ着席してご報告お願いしますはいそれでは着席していたします それでは京都駅東 SDGs 未来創造拠点競争プロジェクトサウンディング型市場調査の結果および今後の取り組みの進め方についてご報告させていただきますお手元にはホッチキス止めの総務消防委員会資料参考資料といたしましてサウンディング型市場調査開始時の空ズりのパンフレットをお届けしておりますのでよろしくお願いいたしますまず本編資料をご覧ください 本市では京都市立芸術大学新キャンパスに隣接する約4,000平方メートルの将来活用地を活用し SDGs の理念のもと市民企業の皆様と共に京都の未来を創造し日本世界に発信する新たな拠点を生み出すプロジェクトを進めております。そこで本プロジェクトの目指すビジョンの実現に向けて民間の知恵と活力を最大限に発揮していただくためサウンディング型市場調査を実施したところでございます。 その結果概要と今後の取り組みの進め方を取りまとめましたのでご報告いたします。まず1、将来活用地の概要は記載のとおりでございます。2、サウンディング調査の結果概要について、まず括弧1、事業構想提案についてでございます。企業等の皆様からコンセプト、施設、運営内容など実現したい事業構想を募集し、公募条件の検討のために活用してまいりました。あ、募集期間は8月31日までとし、 その後市場性の有無や実現可能性を把握するため11月30日まで対話を実施したところでございます。参画いただきました「い」事業者数につきましては「括弧は現地見学会の参加が23の事業者「括弧い,い」事業構想の提案が13の事業者と多くの皆様に参加でご提案をいただいたところでございます。おめくりいただきまして2ページをお願いいたします。 う主な提案意見の用紙についいてでございます提案者名やノウハウに関わる内容は事業者の機密情報となりますため詳細は差し控えさせていただきますけれども事業のイメージや本市への要望につきましてご説明をさせていただきます。まず括弧は事業のイメージについて住む働く学ぶといった複合的な拠点人々が出会い交流することで新たな価値を創造発信する拠点 市民に開放された空間、社会課題解決や未来の担い手、アーティスト、企業家等を支援する施設文化を感じ、交流を生む施設といった積極的なご提案を多数いただいたところでございます次に、かっこいい本市への要望についてでございます50年以上の貸し付けを希望する自社のためだけためではなく、京都のために挑戦したいが 公益的な複合施設を長期間維持させるためには土地の貸し付け用の負担に対する市の支援が不可欠良い拠点を実現させるため活用計画の内容を重視した評価としてほしい京都芸大の敷地内通路の継続的な開放や南側車路の共同利用や一時利用を希望するなどのご意見をいただいてございいいます続いててににアアイデア提案についてでございます。 市民等の皆様からはビジョンの実現に向けたアイデアを募集しいただいた提案を企業等の事業構想の参考となるよう本市のウェブサイトに随時掲載をしておりますあ募集期間につきましては当初7月14日までとしておりましたけれども終盤にご提案いただくということもありましたことから8月31日まで延長して受け付けたところ80件のアイデアをご提案いただいたところでございますう提案内容につきましては この資料の最後の別紙に掲載をしてございますけれども幅広い観点で多様な主体に着目したアイデアをいただいたところでございます3ページをお願いいたします今後の取り組みを進めた方についてでございますサウンディング調査の結果を踏まえまして将来活用地における活用計画についてプロポーザル方式による公募を実施してまいりたいと考えております 公募条件については、今後選定委員会での審議も踏まえ、公募要項として取りまとめますが、ここでは骨子についてご説明をさせていただきます。まず、括弧1。活用計画のビジョンといたしまして、sdgs の実現と文化芸術と市京都の未来を共に創造発信する交流競争拠点を実現する活用計画の提案を募集したいと考えております。続いて括弧2。 活用計画の要件について1点目は SDGs の実現でございます。本市を SDGs 未来都市計画に掲げます。あらゆる危機を乗り越え将来にわたって人々が生き生きと暮らせる魅力と活気に満ちた持続可能な京都の町を目指し持続可能で多様性と包摂性のあるレジリエントな社会の実現につながる具体的な提案を募集いたします。点目は、e 都市の成長戦略でございます成長戦略において時代の潮流と京都の強みを掛け合わせ新たな価値を創造する中長期的な都市のあ利用を5つの都市デザインとして描いておりますそのうち括弧は文化と経済の好循環の創出についてアートエコシステムの構築や将来にわたって新しい価値を創造し続ける街として 豊かな未来につながる具体的な提案を募集したいと考えておりますまた括弧 E に記載しております若い世代に選ばれる千年都市をはじめとする四つの都市デザインについて一つ以上を選んでいただきその都市デザインの実現につながる具体的な提案を募集したいと考えておりますおめくりいただきまして四ページお願いいたします三点目は 理念の理念効果の波及でございます京都芸大や京都駅周辺の多様な資源や将来計画との連動によりまして将来活用地のポテンシャルを最大限に活用し理念や効果を波及させる具体的な提案を募集いたします四点目は A 理念効果の実感です理念や効果が多くより多くの市民をはじめとする人々にとってより身近に実感できるものとする観点で 具体的な提案を募集いたしますまた「3」「活用計画策定における留意事項といたしまして「あ、京都芸大および地域との円滑な関係構築や調和の確保」「e」「責任ある実施体制の確保」「う」「継続的な事業効果の確保」のため運営状況などモニタリングへの対応「a、e」「整備する建物への制約として 建物全体を単一用途とする整備や負荷など事業者に検討いただく前提としてお示ししたいと考えております次に括弧4将来活用地の主な貸付条件についてでございますあ、貸付の期間は30年以上60年以内の範囲内で定期借地権を設定いたしますい、最低貸付料は不動産鑑定士に鑑定評価していただいた価格といたしまして 年間2,470万円とします。括弧五活用事業者の選定については、京都市公有財産及び物品条例に基づく付属機関として選定委員会を設置して学識経験者等の委員に審査いただき選定してまいります。次に括弧六公益的な拠点への減免措置についてでございます。 拠点の公益性をさらに高め文化芸術と市京都の未来を共に創造発信しあらゆる社会課題の解決と社会公共の利益増進に寄与する交流競争拠点の実現性を確保するとともに維持継続性を向上させるため貸付料の減免措置を講じたいと考えておりますまたモニタリング結果と連動させ適切かつ効果的な運用を行ってまいります 5ページをお願いいたしますい、e、減免措置の概要についてでございます減免措置は拠点を構成する各施設単位ではなく拠点全体を包括的に対象といたしまして減免率は最低貸し付け利用の最大50%としますまた減免率はモニタリング結果を踏まえまして3年ごとにある固定資産税路線化の評価外と同時期に改定することとし 著しく公益性が低下した場合は減免を廃止いたします。さらに、事業者の負担能力に応じて減免率を改定することとし、具体的には出資者への配当等と同額を次の3年間に徴収し、その上限は過去に減免した累計額とします。う、減免措置え、公益認定の対象要件についてでございます。 本ととととししして減免措置をを適用用すするることがふさわしいい評価できる公益的な拠点の活用計画を対象といたしますその評価の着眼点といたしまして選定委員会において優れた評価を得た拠点本市の政策課題や社会課題の解決に寄与する公益的な拠点受益の機会が多数のものに開かれている公益的な拠点全ての施設において公益性が備わった拠点といったものを考えております。 最後に4、今後のスケジュールでございます。現時点での予定としましては、本年2月ごろに選定委員会による公募要項の審議を行い、3月から5月ごろにかけて応募を募りまして、選定委員会による審議を行いいただき、8月ごろに契約候補事業者の選定を行ってまいりたいと考えております。報告につきましては以上でございます。よろしくお願い申し上げます。 はい、えー、それではただいまの報告について、えー、何か質問はございませんかはいそれではあ下村委員どうぞ下村委員、えー、ありがましたおはようございます京都駅とベリア活性化将来構想 えー、総合企画局が中心にして、関係局と、えーまあ、将来の京都のまちづくりの礎をいろいろと築いていただいている、えー、ゴーナインでしたかな、そういう機関紙も出しておられたり、様々なことをやっておられるとは理解をしております。今、ご報告いただきましたような、あの京都東、えー、s d g と未来創造拠点競争プロジェクトについてのルール、ご説明いただきましたけど、まあ、いよいよこの4月には京都美術工芸高校、 近には京都市芸術大学がそれぞれ移転開校、えー、地域の皆さん方も、えー、ある意味かなりかなりと言いますか若い人たちが来られるということで喜んでいる部分もあります、まあ、ただその中でもやっぱり将来のまちづくりとしてあのスーパーが限りなく少ないというようなあの日常の不便さも感じておられますので新しい文化芸術の拠点という核になるという京都市の大きな大きな目標も大事なことですけども もう少し足元を見ますと、やはり地域、また近隣の地域の皆さん方の生活の利便性というものも決してあの見失ってはいけないと、そんなふうなことを常々感じておりますので、えー、直接的な質問ではありませんけど、感想だけ申し上げておきたいというふうに思います今あの、ご説明いただきまして、えー、現地見学会が参加事業者が23、事業構想の提案が13事業者。 それから期間延長されて、アイデア募集80件ほど、それなりに集まったということですけど、改めてまず最初にお伺いしたいのは、このサウンング型市場調査の結果、これについてどのように受け止めておられるかということですね、まず、公募条件の検討のためという目的は達成できたのか、具体的には公募条件、骨子のどの部分に反映されたのか。 この2点についいいてまままずお答えいただけすすか藤本プロジェクト推進,推進室長、はい、先生ごご質問ありがとうございます今回のサウンディング調査の中でご提案いただきました事業構想提案を踏まえた事業者との対話の中では本氏がお示しいたしましたビジョンに対しまして社会的意義の高い内容であり意欲的に検討、挑戦したいといった積極的な意見を多く頂戴しているところでございます。 今回の事業者との対応を通じまして、市場性のある、なしや実現可能性を把握した上えで、公募条件の検討を行ってきたところでございます。具体的にはビジョン、要件と言いました、主に活用計画に基づる内容と、貸付期間に反映をしておりまして、公募条件の検討のためという目的は一定、達成できたものというふうに認識しているところでございます。なお、選定時の評価につきましては、他の事業の実績とか、 提案価格ではなく活用計画の中身を重視してしてほいいとう私ども本市といたしましても長期間にわたって運営をいただく良い拠点を実現させるためには活用計画内容を重視して選定する必要があるというふうに考えておりますので今後、選定委員会の方におきましてもそうした観点でご審議いただきたいというふうに考えているところでございます。 最後に先生おっしゃいましたの、また市民党の皆さんからも、80件もの多様なアイデアを頂戴いたしまして、本当にこの場を借りまして、御礼申し上げる次第いでございます今回の。今回のプロジェクトへの期待の高さを感じたところでありまして、いただいたアイデアにつきましては、随時ホームページでも掲載をさせていただきましたし、事業者の方にも積極的に紹介をさせていただいたという状況でございます。 分かりました、まあ、本日のビジョンに対して社会的意義の高い内容あるいは意欲的に検討調整したり積極的意見が多かったというようなことが伺われます、まあ、3D 型調査という手法でオープンな形でえ事業者や市民の意見を幅広く聞いた結果この将来活用地のポテンシャルを最大限活用するという最適な公募条件が検討できたというふうにえご報告をもってご答弁をもって理解をさせていただきます。あの次に この実現させる拠点のイメージについて何点かお聞きしたいと思いますけれども、まず事業者の創造、意欲的な提案に期待する部分、先ほどご答弁いただいてますけれども、京都市としては、どのような拠点をまず持って望んでおられるのか、お答え、聞かせていただきたいと思います。 この京都の強みを存分に期しました交流・競争拠点としまして新たな価値を創造・発信し続け京都芸大や京都駅周辺のまちづくりとも相乗効果を発揮させながら効果を波及させ社会課題の解決や市民の豊かさの実感につながる場の創出を目指す施設を望んでいるところでございます。あ あの大まか概略と言いますかイメージを少しずつ理解をさせていただきつつありますがこの実現の可能性について伺いますけども、えー、まずは京都の未来を切り開く拠点に是非とも実現させてほしいということは先ほど来申し上げてます通りですけどそれは強く求めておきたいと思いますけどやはりあの今のご答弁をお聞きしても行政が ししてもおかしくないいほど理念の高い拠点というふうに理解をしております。これを民間の事業者が本当に挑戦してもらえるのかというふうに危惧をしている部分は実はございます。公益性と収益性が相反関係というのも一般感覚として理解できるという話であります。理想に対する現実的な動向としてこの情報公募条件骨子の内容で本当に 行政が考えておられる公募に参画、挑戦してもらえるのか、その辺はどのようにお考えになるか、伺っていただけますか藤本長、はい。ただいま先生ご指摘いただきました通り、私どもはこの収益性に着目した場合、通常ではなかなか実現しえない拠点を求めることとなりますけれども、民間事業者からも自社ではなく、京都のためという、 社会的意義の高い挑戦ということで意欲的に検討していただいてきたというところでございます。一方で、この公益的な拠点を実現させ長期間にわたって運営することの難しさも切実な声として聞いているところでございます。事業者の創造的な発想で実現いただくにぎわいと公益性を有する拠点につきましては今後の京都の成長戦略に寄与する大きな挑戦といたしまして 本ととしててもも効果的で必要なものと考えておりますその挑戦を支援するものといたしまして、今回、土地の貸し付け料にかかる減免制度を設けたというふうに考えているところでございましゅもむら委員。当初、まあの,あのご説明でも、減免率は最低貸し付け料の最大50%というようなご答弁もいただいておりますけれども、えー、この 減免制度について少しお聞きしたいんですけど、成長戦略に寄与する公益的な拠点を実現、維持、継続させるため、単にサウディング結果を踏まえるだけでなく、京都市としても必要な支援、投資ということで汗をかく内容として、先ほどご説明していただいている減免制度というのを理解をいたしております、公益性と収益性の相関関係、大変難しい関係にあると思いますけれども。 その一方では、市の収入が減るという内容であるということには変わりはないという、減免って50%、最大の場合ですけども、妥当性は必要だと思います。今回の減免制度の一番のポイントは、収益を上げることもできる企業活動を対象している点だと思いますけど、要はその辺だけ踏まえて、改めて、その減免という制度をしっかりと活用して、 社会的、あるいは京都市の未来に沿うような、えー、公益性の高い事業、しかし一方、収入が下がるということもありますけど、えー、改めてその、えー、収益を上げることができる企業活動対象としている、この辺のについての、えー、なんて悩みがありますけどその点についてお考えをお聞かせていただけますか。本長、はい、ありりががとううごございます、えー、ご指摘の,とおりあの、えー、民間事業者があの行う以上 収益的な側面があるということは事実でございます。お示しさせていただいております、貸付料2470万円ですけれどもで、拠点を実現させる場合、公益的な,拠点公益的なその要素が減りまして、収益的な要素が増えるという傾向にあるということが、今回のサウンディング調査の中で分かってきたところでございます。そのたため公益的な要素をしっかりりとと盛り込んででもらいたいいいいう思いでいわば 京都の未来を切り開くための投資的側面も有したものとして、任意の形ではございますけれども、今回は減免という手法を講じたものということでございます。その対象要件といたしまして、本市の政策課題への対応に寄与するかなど、公益的な拠点かどうかに着目することとしておりますので、また選定委員会の方でも優れた評価として、例えば、 おおむね80%以上の評価を得られるかなど、総じて減免措置にふさわしいものか否か、適切に判断をしてまいりたいというふうに考えております。また今回のモニタリングという手法を活用いたしまして、公益的な計画の運営状況と、拠点の収益の状況を減免内容に適切に反映させてまいりたいということも併わせて考えております。 具体的には著しく公益的な要素が低下した場合につきましては、減免を廃止するというものでございます。また、収益状況の範囲につきましては、本市の減免制度における事業者の負担能力の考え方を厳しくアレンジいたしまして、想定以上に収益が生じたという場合には、過去に遡ってすべての減免額を対象として納付をいただくことで、結果的に減免額はロ円ということもなり得る。 制度としたいという,ふうに考えております。まあ、これらによりましの事業者だけではなかなか実現し得ない、えー、公益的な拠点、またあの行政だけで行うよりも、効果的で、えー、創造的な拠点を実現させ、長期間にわたって、えー、維持継続できればなという,ふうに考えております。ございます以上です。島村委員 わかりましたあの最大50%と言いつつも公益性かあ、まあ、収益ばっかり考えて我々事業者によっては減免率ゼロというような弾力点でを考えということで一応理解を言われていますまあ、本来収益性を収益を目的する民間事業者に公益的な拠点を実現させてもらう読み見るとして またより高い公益戦に向けたチャレンジを促すものとして京都市が汗をかいておられる内容だ汗をかく内容だということまた未来に投資する意味合いの減免制度を設けて選定委員会の評価結果も重要するというふうなことも理解をさせていただきましたこのまたさらにモニタリングという結果を反映させて継続的に監視するというスキーム企業活動を過度に支援することではなく 京都市として最小の投資で最大の効果を発揮するという手法はよくご答弁で理解をさせていただきました次にお聞きしたいのは拠点実現の効果についてお聞きしたいと思います先ほどから答弁にいただいていますように、えー、拠点の素晴らしさとは別の次元のお話としてそもそも一定規模の拠点が開業するということだけで 税収増も見込まれるという,思うというふうにも理解はできますが、試算はされておられるのか、いわゆる一定税収増は当然、見込まれるということは理解する、どの程度の試算をされておられるのか、また厳しい財政状況が続く京都市において、直接的な収入増も気になるところですが、この辺についてご答弁いただけますか。 ただ、はいま先生からのご質問ですけれども、この点、事業者によりまして、事業構想が異なりますので、一概には言えませんですけれども、ざっくりとした大まかな試算でございますが、例えば建物に対する固定資産税と都市計画税につきまして、建築費をベースに、単純に試算いたしますと。 建築費が50億円でありましたら、約20億円ぐらいの税収、その倍の100億円でございましたら、約40億円の税収が、60年間の合計額で見込んでいるところでございます。また、えー、合わせましたの雇用に伴う税収増も期待できるのではないかというふうに考えているところでございます。下村委員 分かりましたあの今年産税、あるいは都市計画で、また雇用に伴う増収で、こういったものが見込まれるということですけど、あくまで概算ということのご報告いただきましたけど、今回の活用により、まあ、相当な税収も見込,め見込まれるんじゃないかというふうに理解をさせていただきます、えー。さらに社会課題の解決や文化、経済の好循環のモデルとなる拠点でありますので、事業所が想定以上に設けることは、 好、えー、事例としての波及効果に加えさまざまなあ税収効果も期待,期待できいいことだというふうに思いますがさらにこの4000平米を活用して新しいまちづくりの拠点が開業してにぎわうこといわゆる地域がさらには近隣がさらにはそれが京都市全体に波及するというふうに大きな期待をいたしております。次にあの もう少し減免制度の分かりやすさについてお伺いをしたいというふうに思っていますけれども、サウンディング型市場調査における対話の一環で、この減免制度についても事業者と対話されているというふうに思いますけれども、どういった反応だったのか、可能な,可能な範囲で結構ですので、えー、ご答弁いただきたいと思います。ももう一点認定基準やモニタリングを活用した減免額の調整ななど複雑な要素も タブにあるというふうには理解いたしますけれども、京都市の制度設計と事業者の想定に相合があってはダメだというふうに理解していますが、その点いかがでしょうか。藤本次長、はい、ありがとうございます。えー、先生ご心配いただきますように、あの検討あの骨格ということで、今回減免制度の概要については事業者の方にも説明しているところでございます。 公益的な拠点は特にあの稼働当初の資金繰りが大変ということも聞いておりますので、実態に即した効果的な手法であるという意見や、京都の町に貢献する良いものを提案したいといった思いを改めて強くしたという意見も頂戴しているところでございます。一方で、ご指摘いただきましたの減免基準を満たせる内容かどうか、具体の活用計画を踏まえた協議には応じてほしいと。 いうご意見も合わせていただいているところでございますので、えー、先生ご指摘のとおりあの制度の内容にあの誤語があっては意味がありませんので、えー、公募期間中でありましても減免制度に限った対話に応じるなど、今後事業者とも丁寧な対応をしてまいりたいというふうに考えてございます。千村委員、わかりました。あの何点かお聞かせいただきまして、少しはあの将来活用ちのことについての。 まあいろんなものが理解できてきまいりましたけれども、まあ、いずれに対しましても、この活用計画のビジョンに基づいて、ご報告いただきました、あるいは書面に書かれているように、今後のスケジュール、これらをしっかりと守って、着実にこの事業を進めていただき、また減免を申請する事業者の皆さん方にとって、認定をされるかどうか、どのように影響するかといった内容は、今後、いろんな意味でも重要な 課題だというふうに認識しております公平性に留意することは公募のもちろん大原則ですが現面せずに限っては公平に対話に応じるなどさらなる公平性に留意しつつ混乱が生じないように、えー、お取り組みいただきたいと思います冒頭にも申し上げましたけどもあ長年の数人学区の人口減少さらには様々な課題があって今日まで 連合会住民の方々もえご努力してこられましたそして十数年前でしたかな下野行小生小学校近隣5学区がえ芸大のもし要望移転されるならば数人の跡地を活用していただきたいとい要はお見合いって言うと言ったおかしいですけどそういうようなものがマッチングして今日ようやくハード的なものの整備が春秋そしてさらに えー、学校の移転、開校だけじゃなくて、新しい収益と考えたまちづくりもやっていきます、やされるということです、ね、大変楽しみにしておりますので、ただ、あの難しいのは、やはり公益性とそういった収益との相関関係、これを事業者がどのように理解されるかというのは、大変難しい課題もあると思いますけど、間違いないように説明をしていただいて、そして、志、え、望、ー、業だけが良くなったとっ言うんじゃなくて、 下業が当然よくなると、京都市全体が潤滑して良くなる、こういうことがやはり究極ので、えー、目的で、さらに5年、10年だけじゃなくて、50年、100年先、持続可能だという SDGs という大変大事な大きなテーマもございます。それと、冒頭で申し上げました、やはり近隣、地元、近隣の方々の日常生活があまりにも大型な街になりすぎて、 不便性、利便性がなくなるということだけは十分ご注意していただいて、片方では将来のまちづくり、税収を上げるという大きな大義、名分と、もう一つはずっと住んでおられた方、これからも住められる新しい方々の日常生活にもやはり優しいまちであっていただきたい、その理念を両方、難しいですけど、しっかりと確立しながら、この事業をお勧めいただく、第一歩としていただきたいことを強く要望して終わります。以上です。す。す。ありりがとうございい。まま終わは えー、それでは続きまして井上賢治委員どうぞ井上,井上委員 えっとまず最初に、ですね、ちょっとこのイメージをあの頭の中で作っておきたいんですけども、この鉄道に接する南側、えー、用地の南側に車路、車の道ですね、車路という説明があるんですが、これはまあどれぐらいの幅なのかと。 それからまあ本用地はほぼ長方形、まあ、南東の一角がちょっとこんでますけど、まあ、ほぼ長方形だと思うんだけども、まあ、約4000というと、この斜路が含まれるのか、別なのかと、ざっとこの用地が東西、南北それぞれ何メートルかける何メートルなのかと、えー、単一用途はだめだというふうに書いてあるんだけれども。 まあ建物としては単一一つの建物だというふうなイメージでいいのかどうかですね、その場合、じゃあ、高さはどうなるのかと、まあ、一定のボリュームのある建物と思えるんだけれども、そのあたり、どういう外観になっていくのかですね、ちょっとイメージが湧くようなご説明いただけますでしょうか。藤本出張はい、えー、まずあのえー、っと 京都芸大、将来活用地から見ますと北側、京都芸大の南側の部分ですけれども片道車線の2車線車路になっておりますそれとこの将来活用地でございますけれども縦が一番西側大きいところで34メートル東側で27メートル横でございますけれども JR 側で95メートル京都芸大側で120メートル というに囲ままれた土地になってございます建物自体が単一用途でなくてもよいのかということでございますけれども、建物は一つの建物になっておるかもしれませんけれども、建物の中身が複合的な施設というものであれば、えーまあ、構わないかというふうに認識しております。それと外観等につきましては、まだこれからあの事業者に公募をかけて、建物を建てていただくということでございますので、現時点では分かりません。 高さは、えー、とここのリーフレットにも、すみません、記載してございますように、えー、現時点での規制は31メートルということでございます井上。それでその31メートルの範囲なのかです、ね、31メートルの建物が建つのかね、まあ、僕が芸大の学生やったらね。 あのー、まあ僕は電車が好きやからね鉄道が走ってんのね線路見ながらいろんな捜索活動できたらいいイメージ湧くかもしれんけどねあね、のー、間にドーンと大きな建物が建ったらあちょっとまあ僕が芸大の学生だとしたらねちょっと残念やなっていう気がしたりするもんだからやね、まあ、そ,それでまあ高さのことなんかも聞いたりしとるわけだけれども、まあ、いずれにしましてもですねもともとは。 あのー、僕の記憶違いかもしれないんだけども、まあ、市用地として、鉄道いっぱいまであの芸大用地というふうに、うんえー、記憶してたんだけれども、最初からこの活用用地4000円ということが確保されてたのか、ですねそれとも途中で変わっちゃったのか、ですねちょっと僕の記憶がどうなってるのか、ちょっと、あのー、はっきりしない面もあるんだけど、そのあたり、経過をちょっとご紹介いただけますでしょうか。 藤本はいあのこの将来活用地でございますけれども、あの京都芸大の遺伝整備構想、遺伝結果の中で、京都芸大で所要の必要な面積を捉えた上えで、余裕として生み出された土地ということで、認識をしているところでございます。 当初、用途を決めずに、空地として確保していたところでございますけれども、今般、文化芸術都市の新たなシンボルゾーンとして、仕打の有効活用を図るということでしたものでございます井上あのちょうど移転計画が決まった頃で、委員会でもこれ、やり取りさせてもらったかと思うんだけれども、その時の一番のポイントは、 あの落栽に比べて面積が半減するとお、まあ、その分高度利用を余儀なくされると、まあ、こういうことで,です、ね、あの文化芸術活動創作活動にとってはできるだけ低層というかあーしかも作品とか生徒さん先生方の,その上下移動よりもね 水平移動動の中でいろんな活動をやってもらうとだからできるだけ面積幅広く取るのが理想だけれども残念ながらまあ敷地の面積が小さくなっちゃうのでその分高さでカバーせんとしゃーないとこういう議論をやってたというふうに私は記憶しとるんだけれどもそういう立場から言えばねできるだけ敷地面積は幅広く藝台のために取るということが、まあ、原則というか前提というか。 あいう議論の経過があったと思うんだけれども、おそういう意味での大学としての活用のあり方っていうんですかね、活用方法ということには考えが及ばなかったのかどうかっていうか、そのあたりのことを経過として聞きたいんだけれども。藤本室長 私どもといたしましては、先ほどもご答弁させていただきましたように、京都芸大の移転、移転元であります敷地面積から、今回の下業への移転、先への敷地面積としては、確かに減ったということでございますけれども、延べ床面積といたしましては、1.7倍というふうになったということで、その部分で京都芸大の学時、学務に必要な面積は確保できたものということで、聞き及んでいるところでございます。 その中で今回必要な面積を取った上で生み出された余土地を今回活用させていただくというものでございます井上委員僕が、ねそのうん、水平移動というかあのできるだけ広い敷地確保して という質問をしているときにね、延べ床面積はこんだけありますよと、2階、3階、4階、5階、6階、7階のところにはね、床が余計ありますよという答弁され,さ,れされてもね、全然噛み合わへんですやんからな、僕は敷地面積できたら幅広く取って、この黄色い活用用地もね、芸術大学のために生かしたらどうですかということを、これまでの議論の経過として、今もまた聞いてるわけだから、あのー、延べ床で答弁されたって、全然噛み合わへんですよね。言うてる意分かるでしょ。 だから、できるだけ敷地、土地としての敷地面積が幅広く取ったらどうかってことを聞いてるときにね、延べ床が何本あるとかいう話したって答弁にな,ならないでしょ、噛み合ってないやん。いや、僕の言っこと分からんすかいや、僕が敷地の面積が幅広く取ったらどうですかと大学のために聞いてるときにねと、土地ですよ、僕の面積ですよ。その時にね 延べ床がなんぼあるかっていう答弁されてもね、それは議論かみ合わないと違いますかって僕は聞いてるわけですよ。まあ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 、まあ、それい,いや、それは、ほんでね、さっきからもまああの収益性と公益性っていうことの話がありましたけれども、あの今回の調査の趣旨で言えば、この公有財産の活用っていうことが言われてますね、それから民間活力導入の検討と、市場性の有無と。 おだからこういう財産の活用の場合の価値とはな何を指すのかと、民間活力とか市場性とか、ですねまあ、してまあ民間活力の最大限の発揮と、こういうこととなればね、まあ、私が事業提案を応募する立場とすれば、やっぱり再産性というか利益というか、それも常に大きな利益、まずさんといかんと、私の事業提案者としたら、私の事業のです、ね、株主の皆さんからは、 あもっと頑張ってねということにそれはなる,なるわね、僕が提案者としたらねあの、そこら辺のこの収益性と公益性のバランスっていうか、あのなんで京都市民のための土地があ、まあ、収益を考慮した活用にさらさらなければならないのかと。 もっと本来の京都市の土地としての市民のための活用がなんでできないのかと、芸術大学のための活用がなんでできないのかと、ここのところの出発点のところの議論がね、ちょっとそこのところの,その基本的な考え方、もう一度、ちょっとお答えいただきたいんですけど藤本、はい、私ども。が取りり組んでおりますこの プロジェクトの本来の趣旨でございますけれども、リーフレットにも記載させていただいてございます、SDGs の実現と文化芸術都市教都の未来を共に創造するプロジェクトということで、私ども行政だけではなく、事業者、市民の皆さんもともに作り、この土地を活用して、世界、日本および世界に発信していくような有効な施設を作っていこうというものでございます。今回先先ほど先生も 京都芸大のために活用してはどうかというようなことをご指摘いただいていますけれども、京都芸大で必要な所要の土地については、もう先ほどご答弁申し上げましたように、確保された上えで生み出された土地ということで、私ども認識しておりますので、その土地について市民の皆様にも還元できるような公益的な機能を持つ拠点を作っていきたいというふうに考えてございます。民間事業者が今回運運営営等等ももこの施設運営等も担っていただくこと ということとしてございますので、ご答弁申し上げてますように、あのやはり収益的な側面は避けられないということでございますけれども、一定、今回、モニタリングという制度を活用たし手法を活用いたしまして、一定収益が上がった分については、減免もし減免制度を活用された場合、減免を額につきまして、遡って返還していただくということも考えてございますので、決してあの民間企業に設けていただくということを、 念頭に置いたものではないということをご理解いただきたいと思いま井上、まあ。だけど、さっきも言いましたけど、僕が提案者の立場からすればね、それは株主さんの利益も考えるわけにいかん,いかんわけでしょ。 ととということを、まあ、ちょっっ疑問に思ってるわけですでねちょっとあの全体としてこの計画今日の報告の中でもね言葉が分からんことがいくつかあったりするんだけどねこの例えばあらゆる社会課題の解決っていうのは具体的にどう,どういう課題を想定されてねでこれがこのプロジェクトによってほんとど,どう解決されていくのかね。 その辺のイメージがちょっともう一つわきにくいんだけども、このあたり、えー、ちょっとご説明いただけますでしょうか藤本市長はい、あのリーフレットも記載してございますように、えー、あらゆる社会課題の解決ということも記載してございますが、私どもここ、この社会課題について解決してほしいというふうに限定的にしたものではなく、今回も民間事業者が、えー 社会課題と認識しておられるものについて解決できるような仕組みの施設を立てていっていただくというのが狙いとしております。あの民間事業者を縛ることなく、あらゆる社会,会、広いあらゆる社会課題を解決に向けた取り組みをできる施設をお願いしたいというふうに考えております井上。まあ例えばね、先ほど下村委員からもお話ちょっとありましたけれども、鉄道の南側でいえば、 あのーまあ、低廉な、ね、あの日常生活用品食料品の提供施設があまあ閉鎖されたり閉店されたりしてるとかね、まあ、そういうもん、まあ、例えば一つの社会的課題あるとするとそしたらここでその課題解決のために、あのー、安い、ね、八百屋さんがここで入ってくれはんのかと例えばですよ、まあ、もっと言うたら。 あのー、今格差と貧困とかいろんな大きな問題になってますわねじゃあここの敷地でね子ども食堂大人食堂誰かやってくれはるんですかとやるんですかとだからそのあらゆる社会的課題とかねあのましてそれの解決とかへねであらゆる危機を乗り越えるとかねちょっと僕はあのー、言葉が一人歩きしすぎっていうか あのー、ちょっとイメージがもう一つ湧かない、まあ、こういう気がするわけです、で時代の潮流とかね、アート、エコシステムというような言葉もちょっと分かったよで分からんと、まあ、こんなことがあってです、ね、ちょっとあのイメージがなかなか湧きにくい、でまあ、もう一つ具体的に聞きますけれども、4ページの1行目ですけれども、駅周辺の多様な資源や将来計画と。 おいうことが書かれているんだけれども、これについてはちょっとご説明いただけまず、駅周辺の多様な資源や将来計画というものでございますが、今回、東南部エリア、京都駅東南部エリアでは、近々、チームラボもやってきますし、スーパーブルーとかもやってくるということを想定してございます。 将来計画につきましては東部エリアの活性化計画、東南部エリアの活性化計画も、我々プロジェクト推進室としても推進を取り組んでおりますので、そういった計画とも連動するような施設運営、施設であればありがたいというふうに考えてございます。1点、ちょっとさかのぼってのお答弁になりますけれども、先ほど先生からの施設について、食料品店とか、子ども食堂などが入るのかというようなご指摘がございますけれども、そういったものも含めて複合的に 入っていただけるような施設であればいいなというようなことも考えているところでございます <laughs> 井上いや、まあ、僕は一つの事例として言うた,言うただけでね、そのあらゆる社会的課題とおっしゃるからね、あのー、そういう点では、あどういうのかねその、あらゆるって言われ,言われると。 ちょっとイメージが膨らみすぎてね、私の腹心の中でね、まあ、ちょっとそういうことをもうちょっと議論していかないと、お言葉だけがまあ一人歩きしているような印象をどうしても受けちゃうわけです。それで、あのー、鉄道の南側の東南部エリアの課題について、この間ずっと議論してきた経過から言いますと、もともとは、あのー、 改良住宅の建設ということで国の補助金もらっていろいろ整備がされてきたと。で、本来の目的と違う空き地の活用ということになった場合、国土交通省に返還、いかんという恐れもあったりしてですね、それをあの議論の後、返還しなくてもいいように、 今後の活用を図っていくということを、東南部のエリアの中でいろいろ議論してきたかと思うんだけれども、今回、その国の補助金との関係で、この将来活用用地について、ですね何かお金の返還とかやり取りとか、そういうことが発生してくるのかどうかっていう、このあたりについてもちょっとお聞きをしておきたいんだけれども。藤本 現状の京都芸大が使用する場合の補助金の返還は不要ということで、そういう制になっているというふうに聞いてございます。今回の,この将来活用してございますけれども、京都芸大の機能向上を図ることを目的として、目的の一つとして活用するということで、その観点も含めまして、ただいまの都市計画局の方で国と最終的な協議をさせていたしていただいているということで聞いてございます。 こういうことは今の時点で補助金がどうなるかはちょっと今の時点ではまだ未定ということの理解でいいわけですかねでどどちらの可能性も残されているわけですかあはいえっ、ー、とただいまあの最終的な協議中ということでまだ正式では確定してございません井上委員 あのー、もう最後にしますけれども、あのー、アイデアのね、提案ということで、資料があ最後のページにつけてあるんだけれども、ホームページにはね、えー、例えば、金儲けより文化の場所になってほしいと。 まあこういうご意見もアップされてたと思うんだけれども、ところがこのペーパーの資料ではね、そういう表現がなんでか知らんけど書いてないんですよ。これはどういう経過なのかへね、ちょっとご説明いただきたいと思いますが。藤本社長、はい、あのえっと八十件ものご提あアイデアを頂戴したとこということで、えー、ご報告させていただきましたけれども、す、え、べ、ー、てをちょっとあの網羅して。 え記載することは、少しあのえ紙面上、無理でしたので、抜粋して特徴的なアイデアを掲載させていただいているということでございます井上僕,僕にしてみたらね、さっきから言うてる芸大であったり、純粋の公共的な使い方であったりという立場から言えばね、あの今、紹介したアイデアこそはね、まさに特徴的な。 僕はご意見の一つだというふうに、改めて思ったりするわけです。あのー、ぜひね、あのー、金儲けより文化の場所になってほしいというふう、アイデアをです、ね、積極的に生かしてもらって、あのまあ、収益と公益ということが言われてましたけれども、公益的な機能をね、できるだった拡大した活用ということを改めて求めておきたいと思いますでじゃあそんなことでで以上で終わらせていただきます。 おきにはい、はいえー、この件に関しま,ましましたはい、えー、そしたら島本委員長と次<あ>島本委員えっと今の、えー、今までの議論ちょっと聞いておりまして多分 なんとなくあの見えてくるのかなと思ってたんですが、今一つです、ね、ちょっとどんな感じのところになるのかというのが、まあ、可能性としてもです、ね、なかなかちょっとイメージとしてつかみにくいなと思うのが、率直な今,の今までの議論のところの。というのは、まあ <laughs> えー、市民からのアイデア、募集ということに関しては、今もお話ありましたように、 本当に、まあ、いろんなアイデア、こうやって具体的に代表的なものを書いていただいております。こ,れこ,この中には当然、やはりですねあの京都市もこのあらゆる文面を見て感じる、私も代表質問やいろんなところで、まあまあ何年間もずっと言い続けてきた、いわゆる芸術の産業化と申しますか、文化、しっかりと経済に結びつけていただきたい。文化や芸術というのは 税金とかなあの、まあ、お金とか投入するだけで儲けるものではないといったような、まあ、古い考えというと悪いですけども、まあ、そういったあの価値観もあるところは実際で、えー、尊重しなければならないかもしれませんがかたややはり現代社会 これからにおいてはです、ね、特に京都文化芸術の、そしてこういった学生さんが旅立っていって、これからです、ね、いろんな仕事、また経済活動をしていかれる中においてはです、ね、しっかりと経済にそれで稼ぐ力をつけていただけるようなものにということ、そういったところ、多分この文面からして京都市側もそういったところ、組み上げていただいているのかな。 そしてまた市民もの方々の意見にもそういったこと、非常にたくさんありますね、そういったものができればいいなというふうに思っておりますけれども、ただ、企業側からの提案、言うところに関しましては、えー、十数件見学,うんと見学と現地見学23、事業構想の提案というのもすでに13あったということだけで、まあ、どんなところの会社が、まあ多分ですね、 こういったところに、えーまあ、非常にこれ、京都駅から歩いて数分のところで、非常にね、立地もいい4000平方メートル、これをまあ言ってみたらですね、大企業にしてみたら、もうほっとく手はないというような、えーまあ、言ってみたら月に200万円ほどの賃料ですわね、えー、1年間に2400万円いうことはね。<laughs> まあそこに当然、大きな建物を建てなければならない PFI 事業みたいなもんですわそこが建ててえね全部やってもらってというようなね <laughs> まああのどんな種類の大企業なのか中企業なのかまだ京都市内の企業が <laughs> まあいろいろねこう問い合わせがあるのかとかまた具体的にとまでは言いませんが <laughs> どういったアイデアとかどんなことをしたいというところが比較的多かったのかとかですね <laughs> 当然ここにはですね あの概要、うん、サウンディング型市場調査の実施、えー、要領の中の,です、ね、あの提案募集結果の概要を取りまとめて公表しますとありますが、提案者名やノウハウに関する内容は公表せず、 という文面がありますから、このことであまり、こういう約束があるから、この委員会でも、そういった概要でも報告はできないのかなと思う反面、ですねまあご提案内容は今後の公募条件に反映することがありますということは、ある程度のところはですねご報告いただいても、まああのノウハウとは、ですね、えー、まあそれはやり方があるでしょうから、言えないかもしれませんが、どんなこと、どういったようなコンセプトぐらいのことはですね、まあ ちょっと何かもしお聞かせいただけるような部分があればなんとなく、えー、イメージも湧くのかな議論もしやすいのかなと思っておりますがその辺のご報告等に関してはいかがなものでしょうか藤本説長ご質問ありがとうございます、えー、先生あのからもご指摘いただきましたように、えー、芸術の産業化という観点非常に大切な観点だというふうに認識してございます 私どもの今回、説明申し上げましたように活用計画の要件の中でも文化と経済の好循環の創出、この点に関しましては必須の要件として事業者の方に、公務に当たりましては策定をするように求めていきたいというふうに考えてございます。先生からのご質問ございました、どのような事業者が事業構想提案をされたのか。 えー、もう少し踏み込んだ具体的な内容はどうなのかという点でございますけれども、えー、これもあのすみません、あのなかなか言、えー、い及んでしまう部分がございますがあの、いわゆるデベロッパーからだけではなくて幅広く業種の、幅広い業種の事業者からご提案は頂戴してございます、えー、加えましてあの、大規模事業者だけに限らずあの、地元の中小事業者からもご提案は頂戴したということでございます。 内容につきまして、いただきましたアイデアは、先ほどから申し上げてますように、ホームページで公開させていただいた上で、丁寧に事業者の方にも、こういったアイデアが出てますということもご紹介させていただいた上えで、参考にしていただいているということでございます。事業者の機密情報にも関わりますので、なかなかあれなんですが、例えば、未来の担い手のアーティストに関連する施設とか、 京都駅周辺の各エリアとの連動、波及とか実感を意識した提案、こんな形でのアイデア提案と事業構想提案が連動する内容もいただいたということでございます島本委員、はい。なんとなくちょっとやっぱり、そうなあこんな感じかなへの、少しちょっと今のご答弁で、えー、イメージの微妙な部分が。えー わかるようなな感じもししたたりりかったり <laughs> すみませんら、ねまあまあえー、そういったところもありますけども例えば、ですね減免措置のところとか、まあ、あの大企業にとってはこんな、ね、4000平方メートル京都駅から歩いて数分、まあ、先ほど私はどっちかというと安いというようなニュアンスで言いましたが例えば、これ京都市内の中小企業とか まあ個人事業者がちょっと参入できることはまあほぼ不可能かなと思うんですけどもね <laughs>、そういったところが、何か頑張ってやりたい、共同してですね、そういったところ、何社かとかね <laughs>、そういったところにしては、本当に <laughs> あの厳しいかもしれないえっていうような、いろんなところ、考えられます。こここうういいいったとととろろでですすねねわゆる減免措置のの <laughs> 事業者の負担能力 資本金であるとか会社規模の対象もそうですけれども、例えば京都市、き約基本条例の理念の中に、やはり何でもですね、うんえー、法的にギリギリの範囲においてはです、ね、京都市内の企業なり、また中小企業なり、そういったところ。うん 優先にしていただきたいという理念のもと、まあ、当然、WTO 関係のこととかあの、ね、規制とかもありますから、あの一概にです、ね、そこばかり優先いうのはできないかもしれませんが、しかし、その中でもです、ね、ご努力は皆さんにいただいているところです、そういったことも勘案していただきたい、えーとね、優先といいますかね。 あの考えていただけたらなとは思っておりますがね、まあしかし、これは多分ですね、あの地元の企業の中でも、やはりだかなり大きなところが、えー、しないといけないのかな、できないのかなと思っております、そういったところはですね、やはりですねあの先ほどから議論になってます、公益性と収益性、これはね、心配しなくても上手に支払いますよ、どんな会社も今の現代企業。あの <laughs> コマーシャルでも何でも見ていただいたら。 自分の,ところの儲けとか、それだけのためじゃないというような、まあ、いろんな部分でサステナブルな、例えば原料のことに関してもね、例えば働き方、いろんなところで、まあ、そういったところをあの社会的な課題、解決しつつ、あのやってますようなもうやって、皆さんやってはりますからね、まあ、あのそういった解釈ではです、ね、多分あのその部分はです、ね、公益性はしっかりしておられる部分はです、ね、ちゃんとやっていかれるのかなと思っております。 それよりも、やはり先ほどから申し上げますようにです、ね、何よりもせっかくこういった場所ですから、この芸大の皆さんの将来だけでなく、まあ、文化の京都、芸術の京都としてです、ね、全国のやはり力の、ね、資本力も何もない、しかし、えー、そういった。 個人の芸術品文化、そういったもので食べていこうとされている方、最近はやはりです、ね、お店を持たれていない、もう本当にインターネットを見てたらです、ね、ものすごく今、市場にはです、ね、もう市民、国民みんなにほとんどの生活用品、行くわたって、昔のように欲しいものが。 まあないというとおかしいですけど、大概のものもは安くでで行き渡っている時代です今、これからは芸術の部分で、一点のであるとか、レアなものであるとか、自分はこういったものをえっていうようなものにはね、お金に痛みはつけないとまで言えへんけれども、そこそこ高いものでもですね、えー、個人的に売買して作ってもらったりいうような時代、そういった作家さんはですね、やはりお店を持ってしていると、家賃、賃料、いろんなことで、しかも地域限定制になってしまうからということで、お店を持たずに全国、 上渡り歩きながら えー、展示会みたいなところを募集されているところに出してですねよく最近はデパートの8階なんとか催し物会場とかですねそういうのやってはりますけどもそういったところで、えーねあのー、売ってまた違うところであとは1回全国見てもらったらインターネットでですねネット上でこの坂さんの困難は大体想像つくなで固定客を作っているようなそういった方向に進もうと多くの多くの方が今模索してやっておられるように、えー 取引の部分見てたら思われますまたこうそういった事態が来るんだろうなと思っておりますこここそですねそういった今のところやっぱり見てたらね売れ売れたものの例えば苦労して1ヶ月かかって10万円かかって作ったものがねあのまあまあ例えば8万円で売って半分はその 場所代として、また売り代としてもらえますよみたいなね、非常に厳しいようなことになっている、こういったことも皆様方、ぜひですねえ頭に入れていただいて、モニタリングというところに関しては、ですねえ収益性上げているけれども、そういった間に入って、一生懸命したいところが、なかなか厳しい状態に追い込まれているというようなこともないかなとか、ですねえしっかり見ていただきたいと思っております。多分そういったところ もあのこの4000平方メートルで大きい大きい校舎2つ分もです、ねえー、がそういったところだけに活用されるのではないでしょうけども多分そういったが入るんだろうなとこの文面なり今の状況なり見てたらです、ね、そういった時代が来るんだろうなここにそれができるに違うかな期待感も兼ねて思っておりますがです、ね、本当にそういった皆さんが、えー、経済活動、えー、これこそ持続可能。 にしていただけるように京都市がこれを起点としてですねあのしっかり起爆剤にな,なればいいと思っておりますこの点何かお考えであったりご決意であったりですね所見がおらあれれればこの場でご回答をお願いいたしますはい、はいえー、吉住政策推進担当局長はい、ありがとうございますあの下本委員からご指摘ございました通り、まあ、今回の,あのこの事業でございますけれども あのこれからですね、まあ、京都市の方が公募していくという状況でございまして、まず京都市の方からは、SDGs、この理念のもとで、えー、文化と経済の好循環、これによりまして、まあ、あらゆる社会課題を解決するという、まあ、大きなビジョンを今、示しているところでございます、このビジョンに基づきまして、えー、事業者の方うで、まあ、創造的に、まあ、ある意味柔軟に、ですねいろいろアイデアを出していただいて、これからコンセプトを具体化していただくと、まあ、こういう段階でございまして。 なかなかその今の段階で明確にちょっと示しにくいというのはそういう事情もあるといったところでございます、ただ同時に、ですねあの島本議員がおっしゃいました通りこの文化と経済の好循環、われわれこのコンセプト、ビジョンの中でもこれ非常にまあ重視してございまして、まずは文化がしっかりとこう経済を活性化させていく、そしてその経済がまた文化を支えると、こういった循環を作り出していくと、そのための拠点として、ここをしっかり民間の方に アイディアを出していただいて活用いただきたいというのが今回の大きな取り組みの目的の一つでございます。こういった取り組みをまあしっかりしていくといった中で、えー、例えばですけども、あの今回、サウンディングの中でも、ですねあの島本議員にございました、やはり中小の企業、京都の地盤の企業、もっと言えばアーティストの方、市民の方、やっぱりここでしっかり活躍していただきたいという要素を我々れは思ってございまして、サウンディングでも、ですね例えば住むとか、働くとか、学ぶと、そういった複合的な拠点、こういったことを考えたいと。 積極的なご提案もいただいてございますし、えー、また人々が出会って、えー、集って交流していくとこういった機能についてもまあご提案をいただいているという状況もございますのでこういったことがです、ねえー、この場で実現していきますと、えー、より広く裾野、まあ、が広くといいますか若い方も含めてこれからのアーティストの方も含めて しっかりここで何か新しいものを作り出していけるような、そういうことになればという、我々としてもイメージは持っているところでございます。ただ、いずれにしましても、非常にこの公益性の高い事業でございまして、なかなかそのこれを実現していくには、民間事業者としてもハードルが正直あろうかと思います。なかなか投資という観点からしましても、通常の収益物件とは違う。 やはり文化をしっかり支えていくとございますのでそういったハードルがですねしっかり、まあ、我々でも一緒になってですね知恵を絞りましてクリアをしていきましてなんとかですねこれから、えー、正式に公募させていただきたいという段階でございますけれども。 それに向けて、減、え、免、ー、制度を含めてですねしっかり準備をしまして、またその減免制度についても複雑なことございますので、えー、しっかりご説明もさせていただきながら、えー、取り組みを進めていきたいと、こういったことをもちまして、本当にあの文化と経済を好循環した SDGs、あらゆる社会課題につながるような、えー、取り組みを進めてまいりたいと思ってございますので、今度どうぞよろしくお願いいたします。はい、島本委員 すいません最後に今ね働く学ぶそういったようなこともというお話ありましたしね本当にあのいろんな提案があるかと思います提案あったら100%その通りやってもらうだけじゃなくて皆さんも京都市側もまた私たちもですねいろんなですね、えー、そこにですねあのアイディアなりお願いなり組み込んでいただいてしてもらうような例えばあのね 芸大の学生さんたくさんんたくおられるえそういったものを売ってもらういうのもいいですし例えばいろんな教室なんか作ってね一般の、ね、高齢者の皆様方にえで で歩いてもらうこと健康のためにも、そして障害学習のためにも、ですねいろんななんとか教室、そういったあの講師をしてもらうとか、ですねもういろいろな学生さん、地域住民、そしてまだね大きな建物を建てるんでしたらね、ね地域のための社会課題の解決のためもありますし、先ほどからもお話出ているように、地域のいろんな課題を1回ね、ね店舗なり何なり入ってもいいかもしれませんし、ですね京都市側がいろいろな問題点なり、お願い事等、ですねこんなもやってくれ。どう どう,どうやどん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 ぎゅうぎゅうね入れていってやってもらうぐらいのですねそれをまああの企業の力民間の力でねこっちら人数的にもいろんなことでねなかなかできないところを貸してあげるんやからやりなさいぐらいのですね勢いでお願いしたいと思いますまあこれはあくまでも私の希望ですよろしくお願いします以上ですはい質疑の途中ですが1時間を経過しましたのでただいまから換気をいたしますしばらくそのままでお待ちください それでは継続いたします。中野副委員長、よろしくお願いします。えっとあのルル他、えー、の委員からのやり取りがございましたので、えー、もう簡単に終わらせていただきますけれども、えー、まああのこの文言を見る中では、あ正直あのイメージがなかなかつかないというところがあります。えー、ただつかない分、えー、これらの文言を を活用する中で、えーまあ、どういったあ施設ができるかというのは非常に楽しみなところでもありますし、えーまあ、残念ながらその、まあ、あの役所の、ね、方が考えられる以上の枠を超えて、えー、面白い、えー、非常に興味深い、えー、ものが出てくる可能性に対してあ期待を持つところでもあります。で、えー まあその中で、えーまあ、特に、えー、それほど条件を細かくつけずにです、ね、その民間の方あーそれは大企業から中小企業からいろんな形の方がいらっしゃると思いますが、まあ、そういった方々に思う存分この場を活用する中で 先ほどの,その市民のためにプラスご自身のビジネスも含めてです、ね、あの展開していただけたらというふうに思っていますで、まあ、当然、その借地料が出てきますからそれを支払わなければならないというところもありますので市民に還元する中で一方で、まあ、思い切りビジネスしていただいてその儲けた分できちっと借地料を払ってもらうと。 えー、プラス、まあ、そこで働いていらっしゃる方の賃金も賄うと、まあ、こういうふうな形で、あのー、期待をしているところでもあります。で、えー、他の委員からもありましたがここの施設があいろんな形でね、えー、一つの起爆剤としてスタートするということが他の地域で、えー、あ京都でこんなに面白いビジネスできるんやったらうちも 次回はぜひ参加してみよううちはここの空き地をちょっと活用させてもらってこんなビジネスしてみようよというふうなことで、えー、呼び込む一つの好材料にもつながるかというふうにも思っています、まあ、そこから考えるとここの芸大の跡地の活用のみならず、えー、京都市全体の新たなスタート地点にもなるでしょうし、えー、まあ ね、あのみな皆さんが考えられる場合はやっぱり若干ちょっと無難な線になると思いますがあそういった枠にはまらない、えー、民間の方のお知恵をお借りする中で新たに、えー、京都がもっとその多くの人たちを引きつけるでプラス、えー、もちろん住んでる私たちがもっと楽しく生活できる、まあ、そういった施設になることを期待するところでもあります。でその中で一つだけ、ねあのー えー、注文というかあ、留意していただけたらと思うのが、この寒い中で議論をしてますので、あまりそうイメージがつきませんけれども、夏は暑いです、でえー、やっぱりその、まあ、エアコンの充実ではないです、えー、そういうわけではなくて、えー、例えばこのお池通り含めても、えー、信号待ちする際には、皆さん、木陰にも走り込んで、えー、信号を待たれる。 それぐらい、まあ、あの夏の暑さというのはあ毎年厳しくなっているというのが実際のところです。そこを考えると、えーまあ、どういう形で活用するか分かりませんが緑緑化ですよね、えー、そこについてはあの、まあ、京都市の。 4分の3が山林でもありますが一方で市内にはなかなか緑が少ないというところもあるのでそこの緑についてもある程度配慮する中でプロジェクトを進めていただけたらというふうに思いますあのこの、ね、芸大全体の中でどういうふうな形になるのかというのはちょっと見られないの分からないのでこの 将来の活用地だけピンポイントで今議論させていただいているところでもあるのでその全体構造がわからないんですけれどもあのそういう中でですね改めてちょっと緑の力もあの活用する中で、えー、ここに通う学生さんのみならず、えー、周辺そしてまた京都で生活される方があこれなかなか面白いものできたねというふうなことで。 えー、堪能していただける、そして活用していただける、まあそういうふうな施設になるように、えー、積極的に、えー、無難な線ではなく、えー、面白いものを、えー、ぜひ民間の方に、えー、進めていただけたらというふうに思いますがいかがですか。藤本室長、はい、先生ありがとうございます。田山先生からご案内いただきましたようにあの施設 のに関しましては、あの先ほど事業のイメージの中でもちょっと触れさせていただきましたけども、あの市民に開放された空間も取り入れたいというような事業か事業者からの提案もございます。あの緑の保全とかそういう観点は、あの SDGs の理念の実現にもつながるということを私ども想定してございますので、ぜひとも事業者の方にもその SDGs の観点を常に忘れず提案をいただけたらと思っております。ありがとうございます。 中中委委員中野副委員副長あの、まあえー、市民の皆さん、えーそえー、そして訪れる方、まあ、そういった方々に、えー、積極的に、まあ、あの還元できるように、えー、その上でしっかり、えー、ここを担当される業者の方がビジネスで、えーまあ、ある意味、稼いでもらえるような。 まあそういうふうな施設として両立することで新たに京都でお商売しようかなというふうな方々に呼び込むことにもつながりますしまた京都で生活されていらっしゃる方々が新たなチャレンジをしていこうとこういうふうな思いを起こさせるそういうふうなスイッチにもなるでしょうしぜひここ,をこれ期待しておりますので引き続き。 熱心に取り組んでいただけたらと思いますおります。はい、えー、それでは他にございませんか。えー、なければ次の報告聴取に関連のない理事者はこれで、えー、ご退席をお願いします。どうもお疲れ様でございます。それでは準備が整いますがしばらくお待ち。 それでは次に自治体シス、情報システム標準化への対応についての報告を聴取いたします。理事者、報告お願います。上田情報化推進室標準化企画担当部長、ああ着席して報告あ,ありがとうございます。それでは 自治体情報システム標準化につきましては、住民の利便性の向上と行政運営の効率化を目的として、国全体で取り組みが進められており、本市におきましても、これまでのオープン化事業における反省を教訓として、関係局の緊密な連携のもと、取り組みを進めておりますが、 一方で、国において標準仕様の見直しが継続中であることなど、さまざまな課題があり、引き続き国と密接に連携し、必要な提案、要望も行いながら、取り組みの進捗を図ってまいりたいと考えております。つきましては、現在の進捗状況と今後の取り組みの進め方についてご報告いたします。1、自治体情報システム標準化の概要でございます。 標準化は全国の自治体がこれまで個々に構築してきたバラバラの情報システムから国が策定する標準仕様に適合する情報システム標準準拠システムに移行するものでございます国事業者自治体の基本的な役割といたしましてはまず国が対象分野事務を指定し標準仕様を策定するとともに情報システム基盤であるガバメントクラウドを整備します 各事業者が標準準拠システムを開発し各自治体はシステムを選定し利用するものでございます対象分野は米印2に示しております二重分野でございます2ページをお開きください2現在の進捗状況でございます括弧1国の動きについては 地方公共団体情報システム標準化基本方針が昨年10月に作成策定されております。主な内容といたしましては全自治体が令和7年度までに標準準拠システムへ移行することを目指すこと国は環境整備を行うとともに各自治体の課題を把握しその解決に自治体と協力して取り組むことなどが掲げられております。 標準仕様の見直しについてはすべての標準仕様が令和4年8月までに一旦策定されましたが現在も引き続き見直しが検討されています。主な検討内容は指定都市特有の組織権限事務処理などに対応する仕様の見直し実装必須機能とオプション機能の振り分けの見直しなどでございます。 2、事業者の動きにつきましては、国における標準仕様の見直しなどの動向や、自治体のニーズなどを把握しながら、システム開発の検討が行われています。図でお示ししておりますとおり、国が標準仕様で標準化対象事務の実装必須機能とオプション機能を規定いたしますので、これをもとに事業者は標準準拠システムを開発するとともに、 標準化対象外事務を付属システムとしてセット開発し標準化一体パッケージとして提供を行うものでございますただしオプション機能と付属システムは実装するか否かを事業者が検討するものであり現在こうした検討が行われているところでございます3ページをご覧ください3本市の取り組み状況につきましてはまず 標準準拠システムへの移行に向けた作業として全庁の関係局で構成する庁内連携会議を設置するなど全庁一体となった緊密な連携のもと国の動きに合わせて実施可能な作業に順次着手しております。<laughs> 影響度調査業務プロセス見直しし検討につきましては 標準仕様と現行システムとの再分析などを行うものであり、ページ中ほどの図にもございますとおり、住民基本台帳、印鑑登録と第1グループの7分野は令和3年度から、第2グループの11分野は令和4年度から順次作業に着手しております。かっこい 標準準拠システムへの移行作業につきましては、住民基本台帳および印鑑登録について、令和4年10月から着手しております。かっこう共通基盤への追加機能整備については、個々のシステムに共通する機能を集約するため、調査・設計の作業を進めているところでございます。次に、い国に対する提案・要望でございます。 標準化への対応を円滑に進めるためには国による早急な課題対応環境整備が不可欠であることからさまざまな機会を捉えて資料に記載しております3点の項目を中心に実施しております4ページをお開きください3今後の取り組みの進め方についてご説明いたしますまず括弧1標準化に合わせた情報システムの最適化についてでございます あ、大型汎用コンピューターのオープン化をはじめとする情報システムの再構築として箱書きにございますとおり標準化に合わせて大型汎用コンピューターで運用するシステムをオープン化し本市のすべての情報システムをこれからの時代に応じたオープン系システムとして再構築することを基本的な考え方として検討を進めてまいります。 具体的には、かっこは大型汎用コンピューターにつきましては、パッケージソフトやガバメントクラウドなどの活用により、全システムのオープン化を実現して再構築を行います。かっこいい大型汎用コンピューター以外につきましては、すでにオープン系のシステムであり、標準化に合わせて再構築を行います。 下の図にお示ししておりますとおり大型汎用コンピュータを廃止しすべてのシステムをパッケージソフトを中心とするオープン系システムに再構築いたします5ページをご覧ください「い、e、効果的効率的なシステム構成の追求」といたしましてパッケージソフト及びガバメントクラウドの利用や各システムに共通する機能の集約などにより コストの削減円滑なシステム連携多様化する行政ニーズへ迅速柔軟に対応できるシステム構成を目指してまいりますかっこはパッケージソフトの利用につきましては基本的な考え方としてソフトウェアの選定においてはパッケージソフトの利用から優先的に検討いたします優先順位1として標準化一体パッケージを利用することとし それがないものは優先順位2としてその他パッケージを利用します利用可能なパッケージソフトがない場合は優先順位3として独自システムの開発等を検討しますなおこれまでの大型汎用コンピューターオープン化事業で開発したシステムはすべて優先順位3の独自システムに該当するものでありその利用の検討にあたっては回収費等を十分に精査いたします 6ページをお開きくださいかっこいいガバメントクラウドの利用につきましては、基本的な考え方としてソフトウェアの稼働環境は国や各自治体が共同利用するガバメントクラウドの利用を優先的に検討いたします。 標準化一体パッケージについては法律で努力義務とされていることも踏まえガバメントクラウドを利用しその他のパッケージ等につきましても利用料等を比較の上選択してまいります。かっこ システム共通機能の集約につきましては、えー、基本的な考え方として個々の業務システムに共通で必要になる機能として例えば業務間でデータをやり取りする機能などを共通基盤に集約してまいります7ページをご覧ください括弧に情報システム移行と連動した業務プロセス見直しでございますまず あ標準化に合わせた業務プロセスの構築については情報システム移行契機として市民サービスの向上と事務効率化の効果を最大限発揮できる業務プロセスを構築してまいります。具体的には業務プロセスに合わせて情報システムを構築カスタマイズするのではなく 情報システムの機能に合わせて業務プロセスを転換するとともにデータ連携などの機能を最大限に活用し紙帳票の削減や作業の省力化事務集約化などを推進いたしますまたこれらに加え一層の市民サービス向上や業務改善を検討し標準準拠システム等に追加すべき機能があれば積極的に国や事業者へ提案してまいります 次に、い標準化に対応した情報システムによるさらなる DX の推進については、デジタル三原則に即して構築される標準準拠システムの特性を活用し、将来のスマート市役所、区役所の実現を推進してまいります。標準化により 町内外データ連携の基盤構築を進め、下の図でもイメージをお示ししております、行政手続きのオンライン化やワンストップ化の推進をはじめ、市民の利便性の飛躍的な向上等を全庁を挙げて検討してまいります。8ページをお開きください。国の動きを踏まままえた着実な情報システム移行でございます、ま、ず あ移行計画の検討については、国と緊密に連携し、事業者の動向を適時的確に把握しながら、前兆的な視点で可能な限り円滑かつ効果的、効率的に移行するための計画を検討してまいります。 国において移行期限目標が示されているものの引き続き標準仕様の検討状況や情報システムの開発状況等を適切に見極めつつ円滑かつ効果的、効率的な移行が実現できる計画を検討してまいります。 また、行政分野ごとに順次、必要かつ可能な移行作業に着手し、作業負担の平準化を図るとともに、新システムへの移行時期については、分野横断的な視点から検討してまいります。検討等の基本的な流れとしましては、図に記載しておりますとおり、ローマ数字の1と2の検討を踏まえ、情報システムに求める機能や、業務プロセス見直しの内容、移行時期、 等の計画を作成した上で移行作業としてデータ移行やパッケージの環境設定などに着手してまいります9ページをご覧ください最後に E 令和5年度における取り組みの検討状況でございます標準化対象の全20分野について精査を行い円滑かつ効果的効率的な移行の実現向けそれぞれの進捗状況を踏まえ取り組みを進めてまいります かっこは住民基本台帳、印鑑登録につきましては、令和7年1月の移行を目指し、引き続き移行作業を進めてまいります。かっこイ、学につきましては、令和6年度の移行を目指し、移行作業に着手したいと考えております。 湯その他の17分野につきましては、移行作業に先立って、現行システムのデータ整理等の準備作業を実施してまいりたいと考えております。併せて、国や事業者の取り組み状況を踏まえ、移行計画の作成に向けて、必要な検討を可能な限り進めてまいります。 え共通基盤につきましては、住民基本台帳等の移行に合わせ、ガバメントクラウド上のシステムと、本市サーバー上のシステムとのデータ連携機能などの整備に着手したいと考えております。 参考として現段階における想定スケジュールをまとめております引き続き着実かつ効果的な事業の進捗を図っていくとともに国とも連携しあらゆる機会を捉えて提案要望を行いながら取り組んでまいりたいと考えております説明は以上でございますよろしくご審議いただきますようお願い申し上げますはい、えー、ただいまの報告について何か質問はございませんか、はい、少々お待ちください それでは津田委員どうぞ津田委員 えっと、それではあの自治体情報システムの標準化への対応について、まあ、いくつか聞いていきたいというふうに思っております。それで、まあ、あのこれ、一番最初のところに、ねあのまあ、これまでのオープン化事業における反省を教訓としてというふうに書いてございますけれども、えー、まずはここから聞いておきたいと思いますがどのような反省がされてどのように教訓として生かされているのかお聞かせいただけますか。上田部長 はいあのー、オープン化事業の反省。 とりわけば進捗管理と組織的対応につきまして、えー、今回の標準化対応でも特に重要であると認識をしておりまして、えー、関係局の連携のもと、市長まで適時適切に情報共有しながら取り組みを進めているところでございます。あの例えば、えー、と資料にもありますが、あの部長級を中心に構成する町内連携会議によりまして、関係局間の情報共有と総合調整を行う。 あるいは情報化推進室に全体調整を行う専任体制を設けるというようなことで、町内連携をしっかりと進めていこうとしているところでございます分かりました、まああの、まずね、現状の十分な把握とそして、共有をしていくということだろうというふうに思います。 でまあ、私もこれあの、非常に苦手な方なんですが、えーまあ、今、お話の中でも、えー、市長までしっかりと、えー、理解をしていただいているというふうに考えていいのかということと、それから私はね、この反省、あの一つ、いろいろあると思うんですけれども、えー、私はまあやはりあのこのかなり複雑化しているね、今のシステムについて、えー、しっかり、ね、検証した上で、やっぱり削ぎ落としていかないと。 これ、絶対うまくいかないというふうに思っておるんですけれども、その含めて、今の現状について、もう一度お聞かせいただけますか上田担当部長。はい あの今回の標準化につきましては、まあ、全国共通の仕様の標準,、えー、標準準拠システムというようなものを中心に導入をさせていただきますので、まあ、これまで大型汎用コンピューター独自にまあ開発運用して進めてまいりましたので、えー、委員ご指摘のとおり、まあ、複雑化している部分は確かにあったと思いますけれどもそういったことをこの 標準化の対応では、えーまあ、全国共通のものとして、まあ、いわゆるすっきりというか、整理をさせていきたいと思ってございますいあのぜひそうしていただきたいと思いますし、あのなかなかわからない人間には、その辺も非常にわかりにくいと思いますので、そこもあの理解できるようにです、ね、しっかりあの情報の共有をしていただきたいというふうに思います。 それからの国とまあしっかりあのこれは密接に連携していかないといけないということでございますけれども現状でいくつか説明があったと思いますが何ができていて何ができていないというふうに考えておられるのか特に今あの国の動きがです,ねすごく遅くなっているというふうにも言われていると思いますあの2021年9月にデジタル庁が発足した当時とはですねやはりちょっと なかなか動きが悪いんではないかというようなこともありますけれども、そういったことはどういうふうに捉えておられるのか、それからこの資料の中にも書いてありましたけれども、自治体の課題をまあ把握していくと、まあ、こういうふうなことで言っておるんですけれども、かなり幅広い課題があるんではないかというふうに考えるんですが、これが実際にですね国の方で本当にそこまでできるのか、その辺についても含めて、お聞かせいただけますか。上田担当部長 はいあの国の動きでございますけれども、これまで、まあえー、の標準仕様というものを検討し、まあ、順次公表されてき、えー、たところでございます、まあ、資料にもありますとおり、一旦令和4年8月には一通り、えー、策定をされましたけれども、まあ、現在も引き続き検討が進められておる、その中身としては、あの指定都市、えー、特については特にその特有の組織とか権限とか事務処理、かなりあの、えー、規模も大きく複雑な部分 分もございますので、そういったことをしっかりと検討しているという状況ではございます。あの、実際に各自治体の状況を聞くと、まあ、どんどんと実情が分かってくると言いますか？あのまあ、えー、そう。すっきりあのすんなりと進むという状況ではないという状況が現れてきているということではございます。で、まあ、あの幅広い課題が確かにあるということでございます。けれども、まあそれについても。あの？ 自治体にいろいろ調査を、今まだ進行形でございますけれども、調査をして、実態をつかんだ上で対応していこうという国の方はそういう今、動きになっているところでございますこれ、まああえー、指定の取得のね、えー、行政課題もあるということでありましたけれども、えっと、これは。えー いわゆるあの直接行政に携わる自治体のみがということでもないんではないかと思うんですが、えー、そこも含めてねやはりあの指定都市特有のものがあるかもしれないですけれどもまたそれは一方ではそうでないところであるいは都道府県等にそういったものがあるんでもないかと思うところもありますのでね、まあ、そこら辺のこともしっかりとあの把握をしてやっていただきたいという,ふうに思います。それからこのの説明の中でですね 国の方の対応としてです、ね、補助金がまあ書いてございますけれども、この説明にも100億円を超える費用がかかるにもかかわらずです、ね、今の上限では12億5000万というふうに説明されたというふうに思いますけれども、このこともしっかり訴えていかないないということでありますが。 まあなんとかですね増額していただかなければならないと思いますがその辺については金沢水平も含めてどのようにお考えですか。上田担当部長 あの国の補助金のことについてでございますけれども、あの標準化への対応、まあ、法律により義務付けられたものでございますので、えー、しっかりとあの国費による十分な措置というのがもう不可欠であると我々も認識しておりますので、えー、実際の実情をしっかりと訴えて、えー、そういったこと、を国がしっかりと対応していただけるように、訴えてまいりたいと思ってございます。 今の現状では、そういったことについての、なかなか回答、いい回答はもらえてないという理解でよろしいですか上田担当部長、えっと。現状につきましては、あの実際、どれくらいかかるのか、一体どういうようなことになっておるのかというようなことを国としてもしっかり教えてくれというようなことでございますので、それについて、えーえー、国に情報,情報交換といいますか、訴えていってるところでございます。 分かりましたあのしっかりとですね、えー、こういったものにかかる費用について、えー、あの精査をした上でねあの国に要望しないと、ですねいやざくっとこんなもんですと言ったところでですねそれはなかなか話が動くものではないと思いますので、えー、よほどしっかりとしたですね資料をもとにです、ね、訴えていただきたいという,ふうに思います。それからあの、えー この京都市における、えー、標準化なんですが、この標準化の対象にならないものというのが非常に多いんではないかというふうに思います。この資料で見ていても、えー、標準化の対象外が342システムと書いてあったかと思うんですが、えー、まずはこの342システムはですね、 標準化に関わらないということであり、かつ今日とではオープンか汎用コンピューターではないものだということでありますので、ここについては、えー、自力でやらなければならないとい,うか、えー、ということになろうかと思いますので、ここは問題なく、えーそのえーまあ、基本ができなければあれですけれども、移行していくのに課題はないのか、お教えしていただけますか。上田部長。 あの標準化の対象外で、標準化対象と連携がない部分というのは、今回、移行するというよりも、今回はあの標準化の対応の中では特にあの触る必要がないというようなシステムでございますので、それはそれでまた、順次更新の時期等、あるいはそれぞれありますけれども、今回の標準化対応の中では、特にいわゆるまあ対,対象外ということでございます、はい。 つまりあの標準化には全くまあ関わらないのでこれはこれとして独自に京都市としてやっていく事業であってそれはまあ京都市のもともとからの年次なりで進めていくことなのでえ関,係がまあ関係がないというと,まあちょっと語弊が若干あるかもしれないんですけどもえまあそういうものだというふうに理解をさせていただきますでこのーえー標準化の中でまあこの対象になるものが えー、それでもかなり多くのものがあるんではないかというふうに思われます、でえー、まずは本当にですねこの再構築するときにです、ね、この多くの業務、えーこ,のえー、ここでいうところで、すね、えーまあ、いわゆるオプション機能であったりとか、ですね、えー、またはこの、ちょっとこれも後でご説明いただきたいなと思ったら、その他パッケージというところに、 え関わるような、どういったんですかね、独自、全く関係ないものだけで対象外となる事務かつえ関係があるものということになるんでしょうかね、これの,この再構築というのはかなり難しいと思うんですけれども、この辺の見込みについて教えていただけますか。田部長 えっと標準化の対応におきましては、まあ、対象外の事務というようなものも出てきておりますが、あの密接に連携をしながら行っているというようなことがございます。あの、例えばでございます。けれども、あの税の分野などにおきましては、えー 市民税や固定資産税といったものは標準化対象になりますけれども、えー、事業所税、えー、あたりになりますとすべての自治体でやっておるものではございませんのでそういったものは、まあ、対象外にはなってまいりますけれどもえの、まあ、あの指定都市などではあのどこもやっているようなものでございますのでそういったものについてはあの付属システムというようなことでアドオン 機能というようなことで書いてございますけれどもそういったもので、まあ、あのいわゆるパッケージ的なものが作られると考えております。それ以外でも、まあ、あの多くの 自治体で実施をされている、まあ、多くというかかなり数があればその,その他パッケージというようなもの既製品をあの事業者も開発をするという余地というかありましてそういったものはできるだけパッケージをというものをあの活用して実施あの移行を進めてまいりたいと思ってございます。 ここちょっとね分かりにくいんですけれども、いわゆるアドオンと言われる、まあ、かなり、まあえー、属したもので、えー、その業者が、開発業者があー、そういうものを作っていくであろう可能性は高いものという理解でいいのか、そして、のそのパッケージというのは、えー そのどういったんですかね、まあ、業務の大きさなど等でもう少し小さなものなのか、ちょっとその辺がちょっと分かりにくいんですが、このアドオンとその他パッケージ、えー、今の説明でいくと、どういう違いがあるのか、もう一度ご説明いただけたら上田担当部長。え アドオンにつきましては、まあ、あのえどういったものをアドオンにするのかあるいはどういったものをその他パッケージとするのかというのは、まあ、あの事業者のちょっと判断ですのでこれは必ずあのアドオンあるいは必ずその他パッケージというわけには今ちょっと申し上げるわけにはいきませんけれども先ほども少し例として出しました事業所税でありますとかえ税の分野でいうとそういったところあるいはあの福祉の分野でも福祉医療などというのはあの子ども医療とかそういった福祉医療 事業の関係というのはあの制度は違いますけれども多くの自治体でやっているようなものについてはこういったまあアドオン機能またはその他パッケージというような形で、えー、それぞれ自治体独自ではなくてもあ,のある程度共通した部分を捉えてパッケージというようなことを事業者が開発するであろうと考えているものでございます。あさあ 分かりましたあの、まあ、要は、えっと、このアドオンについても、その他パッケージについても、事業者が開発するかどうかというのは、まあ、正直まだ今の段階では分からないということですよね。で、えー、アドオンというのは、まあ、お,おそらくおお多くの自治体が必要であろう、まあ、ところであるので、えー、そういうことを考えてくれるんではないかということで、でその他パッケージについては、まあ、ちょっとそれぞれのものによって、まあ かなりの自治体がまあ例えば使うんであれば、開発しても業者の方で十分まあメリットがあるというふうに考えられたら作られるかもしれない、まあ、それがなければ、独自に開発せざるを得ないということで、えー、まあ最悪を考えれば、全部独自開発する可能性もあるという理解でいいわけですね、わかりました。でででできるだけすすね、ね、まあ、今回このの標準化の中でです、ね えーまあ、うまく機能していくようにということですので、まあ、本当はまあできるだけ、ね、そううアドオンのような形で事業者が作ってくれればありがたいんですけれども、まあ、その辺もですも、ね、十分にこ,う、まあ、こちらの状況についてのことを、まあ、デジタル庁なり、総務省なりにしっかりとお伝えをいただきながらです、ね、そういったものがより必要であるということも、まああの、開発される業者にも分かるようにしていただけたらというふうに思います。 それから、えー、この移行の、えー、とスケジュールですね、まあ、これあの、えー、9ページの方を見ておりますと、まあ、住民基本第一を、印鑑登録、それから就学、その他17分野ということに、えー、分かれております。でえーっとまあ、ああいうですね で,えーまあ、できれば先ほどの話、えー、説明では、えー、令和7年1月から住民基本台帳、印鑑登録については、就学については6年度以降ということでございます、えっと、これ、えー、まだ先ほど来話しているように、開発ができているわけではないというふうに思うんですね。で 開発ができなければ当然ですが選択も京都市としてできないということだというふうに思います。で、ということは一応今の予定ではこれまでに開発が済み、そして京都市として選択が進んでいるという状況がこの6年度中、あるいは7年1月に来るという想定で進めておられるという理解でよろしいでしょうか。上田部長。 住民基本台帳印鑑登録につきましては、えー、もう開発が、えー、もうほぼ進ん,進んでおりまして、ほぼリリースが見えてきている状況で、就学につきましても、まあ、あの開発途中でありますが、大体開発のメドが当たってきているというようなことでございますので、まあ、今回、あのえー、来年度移行作業に着手したいと考えているところでございます。 分かりましたこれは先に出された分野の中で、すでに業者が開発を進めていっていて、おおよそメドが立ってきている、そして収穫についてもおそらくできてくるんではないかということで、ここでこういうスケジュール感を出している、それに間に合わせるための作業をしていかないといけないということですね。でえっと、今 以降のまあこの作業を推進していくということでございます、現行してもデータの整理などということで、準備作業などということでございますが、これについては、本市の職員がされているのか、あるいはどこかに委託業者等にされて、やっていただいているのか、その辺については教えていただけます上田部長。 あの現行システムのデータ整理でございますので、基本的には現行システムの業者に委託をする予定でございま財務。分かりました。えー、と,ということは、現状ではまだ委託には至っていないけれども、現状システムを運,行運用していただいている事業者に委託をして、そして準備、作業に入るということです。分かりましたあの えっとまあ、これをね、まあ、今あ、一番課題なのは、やはりあの大型汎用コンピューターでまあ動かしているものをいかに整理していくかということであ,りあろうかと思いますので、えー、まあこれをまあしっかりしていかなければなりませんし、えー、このスケジュール、えー、早ければ、ですねこのえ大型汎用コンピューターのランニングコストがまあ少しでもまあ抑えられるということになるのかというふうに思います。 あのえー、この大型汎用コンピューターをねまああのから、まあ、脱却していくというかまあ,あのオープン化していくというかまあ本来のまあ趣旨でございますのでえーまあ、ここに 至るためにもです、ね、まあ、この事業者によほど協力していただかないと、まあ、これまでと同じストを踏むのではないかと、私は大変危惧をいたしておりますので、ここについてはです、ね、十分な連携を取っていただきたいと思いますが、まだ今、これからというふうな話がありましたので、その辺の見通しも教えていただけますか。上田担当部長 はい、あの今回の標準化への移行、大型汎用コンピューターからの標準化への移行あの、事業者との連携というのは非常に重要であると認識をしておりますので、あのまあ、あのこうやってあの現状、現行システムのデータ のデータ整理など現行システムでできる部分というのはしっかりと今でもあの現行事業者と連携をしてまいりますしまたあのそれぞれ標準化につあの移行につきましてはあのまだ競争入札もありますけれどもしっかりと新たなその事業者と連携をしてしっかりとあのこれまでのオープン化事業の鉄を踏まないように進めてまいりたいと考えてございます。 基本的なことをお聞きして大変恐縮なんですけれども、えーあのまあ、これ移行する時にですね、えー、とおそらく手入力で移行していくわけではないんだろうと思うんですねで、えーまあ、自動的な形といいますか、まあ、何かソフトなのかちょっと私ちょっとあんまりその辺はよくわからないんですけども、えー、というふうにされるんであろうと思うんですけども であるとです、ね、今までの,そのマイグレーションとどういう違いがあってどういうふうに進められるというふうに考えておられるのか教えていただけますか。上田担当部長 あの今回の標準化はあのデータのまあレイアウト持ち方というのが変わるというのが今までのオープン化事業とまあ違う点、えー、これまでのオープン化事業はあのインゴジス的なマイグレーションこれはあの基本的にはそれまでの処理の仕方というのをあの踏襲するような形で移行いたしますのでデータのレイアウトとか持ち方とかは基本的に変えないような格好ですけれども今回はあのそういうデータのレイアウト持ち方 を変えていくというのがこのデータ移行作業の一番のまあポイントでありますしまあ大変なところではございますけれどもそういったことあのもちろんプログラムを組んであの現行のシステムからのデータ抽出で,でまずまあプログラムを組んでそれをまたそのデータのレイアウトを変換するという部分についても新たにプログラムを組んであのまあもちろん手入力では手作業ではなくてそういったこと でやっていきたいと思ってございますけれどもそれまあ何度もあのテスト等も繰り返しながら進めてまいりたいと思ってございますインあの、まあ、ここね本当にあに過去ここが大変だったんではないかなとすごく思うんですねでここをよほど慎重にやらないといけないと思います私最初にまあそぎ落としていく作業が必要なんじゃないかということも申し上げたんですけれども。 えっとまあ、いかにね、ここを本当にうまく移行させる段取りをつけていくか、えー、ここ、肝だと思,思いますので、でそこを、まあ、あのなかなか私もあの、自分あの、分かってない私が言うので、<laughs> あのまだ、あ、得てないこともあろうかと思うんですけども、しかしながらね、えー、聞いていると、本当にそのプログラムでまたそういうことができるんだろうかという、非常に不安をあの感じるのも事実でありますので。 えそこについての、ね、しっかりとした展望を、ね、作っていただきたいと思いますが、ね、いかがですかあ、えー、あ有機デジタル化戦略官あ先生、ありがとうございます。あの今、ちょっとご説明の,あのちょっと補足をさせていただきますけれどもあの、えー、これまでのオープン化事業のマイグレーションにつきましては、プログラムをコピーするっていう。で 手ではなくてプログラムを組むっていうのはデ,データの変換のプログラムを組むということなんで同じあのマイグレーションではないというふうにちょっと補足だけをさせていただきたいと思いますそういう意味ではあのプログラムのマイグレーションあの非常にあの失敗してしまいましたけれどもデータの変換っていうのはあのそこまでではないとただ手間はかかるっていうのはあ同じですしまた複雑なデータを移管するのであのそう簡単ではないことではあるんで あのしっかりあの気を引き締めてはやっていかないといけないと思ってますけれども、あのプログラムのマイグレーションとは違うというのことだけはちょっとご理解をいただきたいなというふうに思っています、はいまあ、分かりましたというと、か分かったようになってい、いかもしれないあのあい、十分にあれ、えー、ですけどあのおっしゃってる意味はあの、えー、分かりました。あの、まあのま そっくりそのままこう移行するものという、私はそういう理解をしてたんですが、マイグレーションとはまた違いまして、一つ一つを抽出して、それをそちらに置けるように変換していくような形をまず取って、その作業が進んだものというか、そういうものなのかなというふうに、今聞いて、私なりには理解をしたつもりでございます。いずれににしてもね本当にあのそこでもう うまくいかないというようなことがねあってはならないと思いますので、あの慎重かつ、えー、的確にやっていただきたいと思います。しかし、あの一方でね、えー、この事業まあ、大変まああの、えー、先ほども申し上げたように、え国のことも含めてですね、えー、なかなか、えー、厳しい状況もいろいろあると思いますし、また京都市としては。えー これまでの、えー、反省、まあ、経験も含めてです、ね、進めていくそういう意味で、ねまあ、あの国の、ね、モデルケースみたいなものも、ね、あの考えていく必要があるんではないかという,ふうに思うんですけれども、えー、とガバメントクラウドの先行事業なんかでは神戸市産なんかが、えー、と選定されているというふうな。 こことでございますしあそこ、まあ、私ちょっと何、なんでそうなのかその辺はちょっとまあ分かっていないところもあるのであの、まあ、今の現状では京都市はなかなか手上げられないのかその辺は分かりませんけれどもやはり、まあ、課題がある自治体というのはたくさんあって京都市のような同じような課題を持つ自治体もあの多くあるのではないかと思いますので、まあ、そういう意味ではそういったものを国にもしっかり、えー、伝えた上でですね、えー、先行的にも取り組むようなこともね考えていくべきという,ふうに思いますけれどもその辺についてはいかがでしょうか。 上田担当部長。はいあのー まあ国全体で進めているものでございますし、国の移行期限目標というものもございますし、できるだけそれに沿って早く進めてまいりたいと思いますけれども、確かに、こうやってしっかりとその移行作業の終了までを見通した上ででないと、難しい部分もございますので、今回、ご報告させていただいたように、国の状況、あるいは事業者の状況、しっかりと見極めて、 計画をしっかりと立てた上えで、まあ、進めさせていただきたいと思ってございます、でその際にはあの、ご指摘もございましたように、やはり京都市の実情というのをしっかりと訴えもし,してまいりますし、またモデル的に何かできるようなことがあれば、えー、そういったことも、えー、国には提案をして進めてまいりたいと考えてございますい、まあ、ぜひあの、そういう形でですね。えっとあの 慎重かつ積極的に、えー、推進をしていただきたいなというふうに思っております、あの聞いておりますと、浜松市なんかは、えー、自治体職員の、アマゾンさんですかね、なんか協定をして、まあ、の IT の、まあ、技術者の育成といいますか、そういうことも進めておられる。まあ、今後多分そこは 大きな課題になってくることも事実だろうと思いますし京都にもいろんな相手関連の企業もあろうかと思いますしえそういったものも含めてですねまあ,ぜひあの、えー あんまり積極的に積極的に言うとまなかなか難しい面があるというのはあの十分理解をしておりますけれどもまあしかし一方で本当にそこの辺課題を一番分かっているのも私は京都市ではないかというふうに思いますので国にもしっかり要望していただきたいと思いますしまた我々も我々の中でしっかり要望もしてまいりたいと思いますので引き続きできるだけ早期に実現できるようそしてこの大型汎用コンピューターからですね 早く脱却できるようにですねぜひともしっかりとした取り組みをしていただきたいと思いますのでお願いして終わりたいと思いますはい、えー。報告聴取の途中ですが暫時休憩いたします再開1時5分といたしますよろしくお願いいたします